1934年、ドイツのジャーナリストがスキールを食べている写真。バニラスキールフレーバー付きの市販のスキールスキール、またはスキールとはアイスランド産のヨーグルト。ギリシャヨーグルトのような粘り気があり、ギリシャヨーグルトと同じ黒化することで乳性が取り除かれたヨーグルトである。厳密にはチーズの一種である。アイスランドで何世紀にもわたって食されている。 タンパク質の比率は11%と各種乳製品のうちトップクラスである。アイスランドへの初期の移民が偶然発見した。冬場、肉類にスキムミルクをかけて保存食にしようとし、ソンの周入りで発酵してできた副産物を空腹をしのぐために食べたのが始まりと言われている。アイスランドの歴史において飢饉から生き延びる休耕食としても役立った。市販のスキールには バニラやフルーツなどのフレーバーが加えられているものが多い。2020年からアイスランドの乳製品市場で9割のシェアを持つ MS アイスランドデイリーズ社からライセンス供与を受けて日本ハム系列の日本ルナがイジースカイヤーの日本国内における製造・販売を行っている。バイキング時代からアイスランドの主食となっていたスキールはエギルのサガやグレティルのサガなど 中世アイスランドの多くの資料に記載されている。だが、この時代の資料には、スキールに関する詳細な記述が存在しないため、現代のスキールと、どの程度似ているのかは不明である。料理師屋の EN、ホールガーサー・グアイラ・ドティアは、スキールはアイスランド開拓時代に、スカンディナビア全域で知られていたが、やがて、アイスランド以外では忘れ去られていったと指摘している。 スキールという言葉は英語のシアーに関係しており、乳製品が液体のホエーと濃厚なスキールに分かれる様子を表している。スキールは低脂肪乳を原料とした高タンパク、低脂肪の製品でブランドによって若干の違いがある。無味のスキールは 100g あたりおよそ 13g のタンパク質、4g の炭水化物、0.2g の脂肪を含んでいる。 スケールは通常砂糖とクリームをかけて食べる。アイスランドの伝統的な料理にはスケールとお粥をほぼ同量ずつ混ぜたものがある。スケールはジャムやフルーツと混ぜてデザートにしたり朝食時にシリアルと一緒に食べたり夕食時に魚料理と一緒に食べることが多い。チーズケーキのトッピングやミルクセーキやフルーツスムージーの材料としても使われている。スケールは ふっんに近い状態にしたスキムミルクを摂氏37度まで冷却して作られる。温めた牛乳にすでに製造されたスキールを少量加えることで酵母を入れて、レンネットを加えて液起こさせ、5時間発酵させた後、摂氏18度まで冷却する。その後、布でこして液体のホエーを取り除く。温めた牛乳に、 すでに製造されたスキールを少量加えることで酵母を入れて、レンネットを加えて強固させる。これは、ヨーグルトの製造にも大きな役割を果たしているが、低温工程で活躍する酵母によって、ヨーグルトではなく、スキールになる。スキールはアイスランドで多く食される。アイスランド以外では、2005年にアメリカに輸出され、ホールフーズマーケットによって販売されたのが始まりで、 その翌年デンマークとスコットランドでライセンス生産が開始された。アイスランドで最大の落農組合であるマジオッカーソムシャランとその関係者はいくつかの国でスカイヤーを商標登録したがスカイヤーがミルクと同様に一般的な用語であることが判明したため後にこれは無効であると判断された。アイスランド以外でのスキールの商業的流通は2010年代に 増加し、スナックとして消費される低糖質、無脂肪、高タンパク質の製品としてマーケティングされた。2012年にはアイスランドのスキールの輸出の80%がフィンランドに20%がアメリカに輸出された。2019年にはフィンランドで数多くのスキールパーラーがオープンした。ありがとうございます。